てこれをみんな陥るというもの。誤ったやり方3選。やたらと難しい講座を取る。それやってた、やってた、やってた。やたらと難しい講座を取る。やってたそれ。2個目は復習をしない。あー、いや、そうです、やることめっちゃあって復習しない、やんないよ、ほんと他人と比べるとか。あはははは、そう、めっちゃあって点数出るじゃないですか、模擬試験とか、隣の人が A 判定とかで俺が D 判定とか E 判定、しかも同じコーナー取ってんのにでしょ。そう、同じコーナー取ってんのに。そう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 、なるほどですね、非常に当てはまりました。この3つだと思う。これ、ね、絶対知っといた方がいい、マジで。がむしゃらにやるほど陥りがちだと思う、焦ったりとかして。比べるのとかは受験だけじゃないなって、本当今でも思う。隣の人のを見ても何も自分の成績が伸びるなんて1ミリもないからね。確かに確かに。大体隣のやつを見たやつは自分のやり方を疑い出すんだよね。同じ予備校で同じ授業を受けてるんだから、隣のやつがじゃあ A 判定出てんだったら、うん、それを一生懸命やれば自分も A 判定が出るはずなのに、それでいきなり、いや、可愛い塾やめた方がいいんじゃないかとか、そこで変な、なんか受験の合格マニュアルとかに走り出すと、もう泥沼みたいな。あの、参考書はいっぱい持ってました。あ、そう、それは言いたかった。参考書って誘惑なんですよ、欲しくなるの。参考書に詳しいやっているんですよ。これはマーチ向けだとか言って、参考書探すことに時間を費やしてた。そう、そうなんだよ。参考書詳しいやついいよね。単語帳だけで3冊とかあるやついるじゃん。そうそうそう、もらってたりしてたもん、なんか河合塾行くのに15キロぐらいカバンがパンパンに詰まったバッグを背負って行ってたんですよ、チャリンコで。マジ痛かったもんだって、本当に全て無駄だった。そうなの、参考書って実際使うのって一教科一冊か二冊でいいんだよ。メインで使ったら二冊、基礎を深めるものとか応用するもの、兄弟向けの英作文とか兄弟への英語っていう問題をとかをみんな使いたがるんだよね。京都大学特別講座とかを取りたがるわけなんですよ。兄弟でしか出ない問題をやるわけ、偏差値75とかのめっちゃ難しい問題だけを特集して講座でやるわけよ。でも実際じゃあ教材を受けるってなった時にその問題を完璧に解く必要は全くなくて、例えば数学だったらそういう問題って6問なんだけど、大体そのうちの1問とかなんだし、残りの5問を完璧に解けばもう余裕だし、なんなら6問中半分ぐらい解けばもう結構十分なだったりするのね、うん、基礎までを重ねれば十分に合格で届くの。やることって多くなくて、本当に1個か2個バーってやれば実は受かる。だから自分も多分使った問題集とか、実際は多分マーチとかに受かった人と問題集のレベルとしては同じだと思う。何の差かって言ったら、結局その復習した差というか定着させた差が圧倒的に違うのと、不安気じゃなくて一個一個理解してやってったっていう差なんだよ。君が持ってる問題集を完璧にやればそれでいいんだよっていう感じ。なるほどですね。とりあえず締めくくります。受験生のみんなに今日の一言お願いできますか。チャンネル登録よろしくね。失敗しない、正しいやり方でやって、かつ本当に最後までやれば今の偏差値とかみんなが考える頭の良さとかもうそういうのは関係ない。これは勉強だけじゃないなってすごく思う。それは本当に大事にしてほしいな。チャンネル登録よろしく。あともう一つはチャンネル登録だよ。あともう一つはチャンネル登録。